さん、こんにちは。しおみちゃんのしほとりみです。まだ前髪直してるりみです。もう大丈夫じゃない、りみちゃん前髪。はい、ということでね、私たちは千葉県出身、千葉県に今住んでいます。でね、10月の25日金曜日にすごい大雨に、そうね、うん、朝からね、すごい雨だった。学校行くときからもうすごい雨だったね。あのね、リミね、学校に傘を忘れて折りたたみで行ったじゃん。そしたらね、みんなよりもね、濡れてなかった。本当？逆にじゃあ、濡れてなかった。小さい面積でこう頑張っていこうって。よかったのかな、逆に小さい傘の方が。みんなすっごい濡れてたけど、私たち全然濡れてなかった。だからね、体操服に全体着替えた人いたよ。ああ、そうなの、びちょびちょすぎて、うん、みんなそうだったけど、私たち着れなかった。リミ折りたたみ、あのね、リミがね、最初にね、学校に着いたの。誰も来てなかったの、今日、一番だった。あら、やっぱ今日早かったよね、ちょっと出ていく時間、ね、いつもより早いなと思ったんだ。あ、しかもね、もう大雨だから入ってって言われたの、行ったらすぐ。ああ、そっかそっか。だから一番。じゃあ、門で待ってなくてよかったんだね。でね、今日はね、ずっと雨でした。もうニュースもずっと雨のことだったんだけど、パパが大丈夫って言ってた。そう、パパはね、東京のお仕事行っちゃってて、で、ママは家にいたんだけど、っていうか買い物行こうとしたんだけど、さすがにすごく雨が降ってて、しかも携帯がピロリの、警報の音が、先生も鳴ってた。そう、2回ぐらい鳴ったね。先生鳴ってた。先生が、先生のスマホ2回ぐらいピロリンって。そう、2回ね、先生も鳴ってた。1個目が、お隣も鳴ってた。警戒レベル4の避難勧告で1回鳴って、あ、レベル4だったんだ。そうで、あとさ、2回目が洪水かな。洪水の方でも。洪水って何？あ、溢れちゃう、水が。あとさ、なんかさ、2回目終わった後、すぐにさ、市役所でさ、なんか放送入ってた。りみちゃんとりみちゃん の学校の体育館が避難所になっていました。掃除の人ね、早く帰ってきて、先生がどうしたのって言ったら、なんか避難する人がいるから、先生がもうやめてって。あ、そっか、今日は掃除はもういいよって言ったんだね。何人か避難してきてたんだもんね。あと5時間目の授業、体育館でやる授業もなしになっちゃった。なしになっちゃったね。リミ、5時間目か6時間目に。そう、低学年は5時間授業なんだけど、もうその時から一番ね、雨が弱まる時間帯が3時半から4時ぐらいっていう風に予想があれしてたんだって。なので全校生徒一斉下校で、その時間帯にみんなでもう全校で帰りますって。で、引率の先生もちゃんとつけてくれて、帰りますっていう風に聞いてたんだけど、その後また学校から連絡があって、まあ、メールでなんだけど、天気の回復がね、見込めませんと。で、このまま待っててもずっともう暗くなる一方なので、お迎え引き渡しでお願いしますってことで、ママお迎えに行きました。でもなんかメールだけだから、気づいたのがやっぱり20分後とかで、そんな遅かったの？結構他のママさんとか全然気づかないママさんとかもいたみたい。ママがね、ディミの教室行った時にもう晴れてて。そうなの。晴れてた。晴れてはないけど、ちょっと小雨になってた。うん、雨降ってなかったよ。そう、雨。でもママがね、行く時、迎えに行く時は雨降ってたの。気づいたら、パラパラ晴れてた。うちは降ってなかった。帰った時。で、ママが、しかも学校を迎えに行く時に、消防車がサイレンすごい鳴らして、ウィーンとか言って、どっか走ってて、近くの道走ってて、どこ向かったかまだ分かんないけど、だから何かあったんだと思って。火事でも、雨の中火事ってない？でも災害になるんじゃない、雨とかでもさ。溺れた人とか助けに行くんでしょ、消防士。あ、そうそうそう、そうかもね。消防士はどんな形で行った、出動になったのか分からないけど、とりあえず SOS を求めてる人のもとへ行ってたから、ね。ね。
もう大丈夫かなってすごい思っちゃったの。初めてだったからね、引き渡し訓練っていうさ、訓練はさ年に1回ぐらいあって、あのやるじゃん、引き渡し。それはやったことあったけど、本当にこうやって迎えに行くことってなかったから、初めてだよね2人とも、うん、多分今までには何回かあったのかもしれないけど、しほりみが経験するのは今日が初めてだよね多分。うん、初めて。そうだよね。いやー、まさかね、台風でもないのにこんな大雨が降るとは思いませんでしたと言っても、でも一応台風の、あ、そうそう、台風21号のせいなんだよね。そうそう、ね、すごいね、しほちゃん、コロン、抱っこ、ね、はい、ちゃんと抱っこしてね、ちゃん、うん、うん、ね、という経験をしたので、これはね、しほりみブログとしてね、残しておいていきたいと思います。はいはい、はい、ちゃいちゃい、ね、最近本当にさ、千葉県、まあ、千葉県に限らずなんだけど、他にね、県でも川が氾濫しちゃって大変なことになって、被害がすごいところもいっぱいあるからあれなんだけど、なんか天候がね、もう本当にやばいよ、辛いよね、こういう雨とかばっかりとかさ、ね、なんかって感じだよねもう大丈夫なんじゃないかなと思うよ、うん、でもさ、他の千葉県のやっぱりね、南の方とかさね、川が氾濫しちゃってるとかすごかった、テレビニュースでお水がもう床、あの膝下とか来ちゃってね、ということでした。私たちのね校庭もね、もう本当に水浸しでやばかったので、クラスで、うん、校庭が水に埋まってる、この世の終わりだとかめっちゃ言ってた。そっかでもやっぱさ、水はけがいいよね、学校の校庭は。ママ行った時そこまで何も海みたいな感じになってるっていう感じじゃなかったから、うん、だからやっぱ学校の校庭って水はけいいんだなと思って。水はけって何？水がこうスッてこうすぐさ、うん、すぐ土にこう沈んでくっていう、そう、沈んでくっていうか、なんか染み込んでいくっていうか、うんね、だからすごいなと思った。やっぱ学校ってやっぱこう避難所に、まあ、体育館だけど逃げるのは、うん、ねだなと思って。体育館って安全？はい、体育館一応安全。でもライト落ちてきそう。大地震の時、東関東大震災の時に、うん、屋根が壊れちゃって、学校の体育館補修したんだよね、うん、補修工事してあるの、その時に。その時まだし、堀美ちゃんはまだ1歳か2歳、しーちゃんが1歳だよ、ね、11ヶ月ぐらい、リミちゃんが生まれる3ヶ月ぐらい前に地震が来て、リミはお腹の中、ママがもうお腹重いってこうやって歩いてる時に来た地震なんだけど、もうそれが一番やっぱママにとっては大変なことっていうか、まあ、千葉だからそんなにもっとひどい人本当にいっぱいいるんだけど、東北の方とかに比べればそんな大したことないんだけど、うん、やっぱり自分が味わった中ではすごく大変でした。妊婦だったしね。ママ何歳の時、うん、車にいたんでしょ。え、歳はいいじゃん車にいたんでしょ。私が耳鼻科だっけ。あ、うんうん、その地震の当日はママとしーちゃんとじいじでこの家にいました、ちょうど。で、耳鼻科の時間待ちで、で、ママもリミちゃんがお腹にいて超大きかったから、しーちゃん耳鼻科で泣き叫ぶからさ、暴れるのよ。で、ママもお腹大きいからこうギュッて抑えられないから、じいじに来てもらってたのね、うん、付き添いで、うん、で、たまたま耳鼻科待ちでじいじと一緒に3人で家で待機してたの。もうちょっとで出ようねなんて言って、そしたらガーって揺れて、で、耳鼻科普通にやってたんだよ。でもその後、うん、と、でも信号機が止まってて、めっちゃ怖かった、耳鼻科までの道のりが。言ってた、それ。そう、だって信号止まってんだよ。え、渡っていいの、止まるのみたいな。だってリミちゃんお腹の中だったから、ママのお腹の中でグーって寝てたんじゃないの寝てたの？え、寝てんの？止
冬眠してた。冬眠なんかね、乳とかが入ってくるんでしょ。うん、だから成長してたんで、ママの中の中ですくすくと。そんなことは知らずに。じゃあ味わったかもしれんけどさ。ん、じゃあ味わったかもしれないけど、うん、覚えてない。覚えてないよね、1歳だもんね、まだね。はい、ということでちょっと話がそれましたけど、赤ちゃんになりたい。なりたいの。もうなれません。はい、じゃあちょっとね、話ほんとそれちゃったけど、これくらいでね、はい、終わりにしたいと思います。こよ、はい、はい、くるんと、はい、バイバイ、バイバイ、もう終わり、バイバイね。これ以上被害が大きくなりませんように、皆さんでお祈りしましょうね。今から治るよ、守るよ、治るよ、治るよ、くにょ、何が治るの、被害が、うん、か、ほら、もう家が壊れたの、もう全部こうやって治るの。ああ、治るの。バイバイ、グミペア。 Sunday